株式会社日本政策投資銀行は、株式会社日本政策投資銀行法に基づき、設立された、財務省所管の特殊会社、日本の政策金融機関である。前身は、復興金融銀行、日本開発銀行、北海道東北開発公庫、日本政策投資銀行であり、今日は民営化されている。同じく2008年10月1日に設立された、 株式会社日本政策金融公庫とは全く別の法人である。旧本店ビル出資と融資を一体的に行う手法、その多高度な金融上の手法を用いることにより、長期の事業資金にかかる投融資機能を発揮し、長期の事業資金を必要とするお客様に対する資金供給の円滑化及び、金融機能の高度化に寄与することを事業目的とする。 資金の流れを、官から民に移し経済を活性化する政策金融改革の一環で2008年10月1日に特殊法人の日本政策投資銀行を解散し特殊会社たる株式会社日本政策投資銀行として新たに発足した。資金調達において預金の受け入れや民間企業からの借り入れが可能となった。当初は 2012年から2014年を目途に、日本国政府保有株式のすべてを処分し、完全民営化する予定であった。しかし2008年からの世界金融危機を呼び、2011年に発生した東日本大震災の災害復旧に対応するため、政策金融機関に対する日本国政府の関与を維持する方向での見直しが行われた。 まず、2009年の株式会社日本政策、投資銀行法の一部を改正する法律により、完全未明化の時期が2012年4月1日から、5から7年後に延期された。その後、2011年に施行された、東日本大震災に対処するための特別の、財政援助及び助成に関する法律において、2015年4月1日から、 こから七年後を目途に完全ミニエー化するものとされた。また、政府は、2014年度末を目途として、日本国政府による、株式保有のあり方を含めた、DBJ の組織等を見直すこととなり、それまでの間、DBJ の株式を処分しないと定められている。ただし、簡素で、効率的な政府を実現するための行政改革の、 推進に関する法律6条により、日本政策投資銀行は完全民営化するものとされており、同法を所管する内閣官房では定期的に同銀行に対するヒアリングを実施している。投融資一体型の特色ある金融サービスを提供している。平成27年 DBJ 法改正により、危機対応業務が義務付けられ、特定投資業務が創設された。 プロジェクトファイナンス、PFI、事業再生、ベンチャー、産学間連携、国際協力、社会、環境活動など、政策性が高いプロジェクトを支援するための融資や投資が基本となる。また、旧北海道東北開発高校の業務を引き継いでいる経緯より、投融資枠の一部が北東枠として設けられ、主に北海道、 東北地域への投融資に向けられている、その他11社、その他20社、ありがとうございます。